い、おはようございます。おはようございます。私とツーリング行く、ママとツーリング行く、大体 70% の確率で二日酔いという。はい、というわけでね、今回、また海南神社のもう名前つけたけどね、トラちゃん。そうね、トラちゃんね、名前トラちゃんでいいのに会いに行こうっていうので、今三浦半島今回ツーリング来ました。まあ、ん、行っても行っても新しい場所見つけるね。海の前でマイクを止めてね、第2回グダグダキッチン、それやってみようかっていうことで、とりあえずなんでグダグダって決めんの、わかんないじゃん。パッキパキかもよ。パッキパキか、まあね、それはわからない、前回ほらちょっとね、あんまりなんかいい感じに撮れなかったからさ。ホタテ食べたい。あーね、いや今日は贅沢をしようということで、お店でお金を払わず、お店っていうかあのお店で金払うか違う違う、あ、違う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 、なんていうの、飲食店でお金を払って、ご飯作ってもらったの食べるんじゃなく、自分たち作ってね、今回もやってみようってことで、来てみました。とうとうほらよく YouTuber 捕まったって言うけどさ、夫婦 YouTuber 捕まっちゃうや、ここ走るね、もっと先だと思う、どこ、何これ、どっち、これ左、わかんねえ、あ、わかんない、でもある、え、違うな、多分こっちじゃない、だってあっち海だ、本当だ、海になった、ちょっと確認しよう、深いんだね、ここまで来たの初めて。あ、長井水産ってあるよ。あ、本当だ、初めて来た、嬉しい。あ、これもったいない、海があっちなのにね、ちょっとアラ汁だって飲んじゃうか。そばも食べれるし、いろんな魚入ってる、今日はタイです。いただきます。うまい、塩気が効いてるね、知らせが足りないんじゃない、ここね、すごいよ、おお、すごい、これ3枚、これ食べ方どうやってやるんですか、これ芋になってるみたいだから、焼くだけです。焼くだけ、あと他なんかは天ぷら、でも焼くだけがいいよ、最近の部分がいっぱい取れて、こういうの包丁式が手空いてないと作れないのよ。あー、だって大変だもんね、これ。うちらは手つけられないから、あ、そうか、あの、ふぐめんしか、ふぐめんしかできないから、うまい人だから、そう、2人しかできないから、2人が手空いてないと本当にできない。夫婦はもう絶対ダメなの。私もそうです、持ってるんだけど、取るのにまたなんかこうあるらしくて、規制が。何免許は、うちも2人しかいないから。あちょっと待って、私も今思った、夕飯で、夕飯でいいかもね、じゃあ買っていく、もうビールがもう見たくない今二日酔いで今じゃあこれ一つお願いします。おって、あんま人来ない場所ですか。来ないですね。ねえ、この辺って全然スルーしてる場所だったから。そうですよね。そう、ソレイユの方まではみんな来るんですよ。こっち側で、こちらかというと、あっち行っちゃう。そう、あっち側から来るんですよ。ああ、そっかそっか。じゃあ信号とかもないし。ああ。本当漁師町の。そっか。なんかやっぱインスタとか見てて、都内とかから。ああ。
増えてて、テレビでもあんまこの辺撮影されないですね。あ、ここ来てるんですか。田舎すぎて来るんですよね。逆に今楽だよね。本当だ。お、あ、天使も来てる。へえ。あ、なるほどね。穴場だね。これ動画上げてるんですけど、上げていいですか。映っちゃってもいいですか。大丈夫。じゃあすぐ、じゃあタコ飯じゃあいただきます。うん、どうも。あれ？全部家。わかんない。え、どこだろう。どこにいるのか分かってないもん。なんかもうこの方向がわかんない。どこを見てんのかわかんない。あ、わかんない。バス取ってるよ。風がないぞ、ここ。風逃げてるぞ。うん、ないね。ないね。やっぱ当たりだ、正解だ、言ってる。無料なの、ここ。無料。ね。うん。うん。バイクをどこ止めるのか、不思議で。ここ。うん。ちょっと。ベストだね。一枚しか飲んない。マジか。もう開けていいんじゃない？うん。はい。あ、ナイス。デリデリデリ。おお、でか。はい。あっち。何に似てるって言えるものがないもう、うん、でもブリッブリってわけじゃないんだよ、うん、ね、でもカマスがもうプリプリになった感じ、身がギュッてなって、わかる。魚はちょっと すぐ冷めちゃうね、うん、うん、来たところちゃんとゴミはしっかり持ち帰りということで、次は、うん、うん、すごいなんか無料で本当いい場所だったね、あそこは。あれ、これ左曲がっていいの？
先じゃないかな。あ、いいんだいいんだ、これ左だよ。入っていいんだよね。うん、これ左。トラちゃんに会えるかな今日は。なんかいなそうな感じだね。ちょっとなんか嫌な感じがするんだけど。懐かしいね、七五三。うん。ここは来ないでしょ。こういうところで待ってた、こういう中で、この感じです。分かんない。来た来た来た。あらららら、違う猫ちゃん。おいで。あ、この子まだ子供だね。うん、兄弟かな。あ、耳カットしてる。この子も地域猫だ。ちょっと怖い。うん、大丈夫大丈夫大丈夫。声が高い。うん。トラちゃん？違う。全然わかんない。え、黒いんじゃん。ああ。今横になってる。お久しぶり。おいでおいで。あれトラちゃんこんな顔だった。トラちゃん。爪吐きでブサイクだね。おいで。あら、あっちクロちゃんでもないじゃん。おいで。おいで、この子、あ、自慢投げる、自慢投げる。ハゲちゃった。ハゲちゃうの？ハゲちゃった。かわいい。うちの子だね。ねえ。めちもう車で出かけるのを忘れてるじゃん今。本当だよ、たまには車で出かける、うん、車でどこに出かけたのって思っちゃう逆に週末お買い物は当然じゃん、車使っていくのは。だけど週末イベントでどっか遊び行こうっていう車の全く俺記憶ないんだけど旅行以外でしょ。そう